白金雲属流刑事は、足長雲化に属する雲の分類群。名前の通り、銀色の美しい体色を持つ種が多い。水平網を張る。中型白金雲の長毛細長いふわしと、金属光沢に輝く腹部を持つ。中型の種は、開けたところに網を張り、昼間も網の中央にいるため、よく目立つ。少なくとも、足長雲化では、最も美しいとされる。 オスはメスよりやや小さくて、キャシャなのが通例だが、腹部の半門のメスに似たものがある程度は見える。頭胸部はやや縦長で、背面はやや扁平。顎は特に目立った形にならない。外貨はない。目は四眼二列で、すべてほぼ同大。中眼はやや中央寄りで、側眼は互いに接する位置にある。ふわしは長く、特に第一脚は長く発達する。 第四脚の桃節には互いに体を成す二列の長径があるのは大きな特徴とされる。腹部はほぼ円筒型で、前端と後端は鈍く丸まるのが普通。腹部背面は銀色などの金属光沢を持つ。部分的に黄色みや緑、赤みを帯びる例もある。反紋としては、腹部背面の中心と両側の縦筋とその間を葉脈のように繋ぐ筋のような模様が出るものが多い。 中型白金雲、小白金雲、腹部の銀色などの色は皮膚下にある人情の構造によっている。種によってはこの鱗の大きさが素早く変化することで体色を変化させることができる。日本ではキララ白金雲でこれが顕著に見られる。この種は腹部全体が金色に輝くことからこの名があるが人が触れるなどの刺激を受けると 腹部を覆う金色の鱗が縮んでしまうため、ほぼ瞬時に褐色に変化する。ヒメグモ科の黄金ヒメグモに見られるものとよく似ている。他の種でも、このような現象は、ある程度見られ、例えば大白金グモでは、腹部は銀色に黒い筋模様があるが、刺激を受けると、銀色部が収縮するため、明らかに筋模様が太くなる。増毛性で、縁毛を張る。 網はほぼ水平に張られる水平円網で中央に穴が開いているために切り腰し網と呼ばれる。これは足長雲下に広く見られる網の形である。雲は網の中央の下側に足を広げて定位する。網にいる中型白金雲足長雲族などでは昼間は網を張っていても雲本体は物陰に隠れている例が多いがこの族のものは昼間も網の中央に出ていることが多い。 大城金雲などでは、日差しの強い時間帯に、第一脚、第二脚を真下に垂らし、それに合わせて東京部を斜め下に向ける姿勢をとる、ことがよく観察され、これは日差しの当たる面積を少なくして、体温上昇を避ける意味があると考えられる。また、同様な姿勢を、高宇宙にとることも知られ、これは雨水が流れ落ちやすくするものと見られる。 水辺に網を張るものもあるが、そうでない場所にも生息する。草の間や樹下に網を張り、庭園や人家周辺にまで姿を見せるものもある。小型種では、草の間や樹表に小さな網を張る。なお、セレベスシロカネグモエるセレビジーアナは、複数個体が集まって、互いに接し合うように網を張り、単独で網を張ることがないことから、社会性である、可能性が考えられている。オスは、 メス生虫の脱皮の後に交雪する。卵は卵納として植物の茎の上などに貼り付けるものが多い。この属はササキグモ族、原高グモ族、メシダ族を含める単系統に対して姉妹群をなす。世界の熱帯を中心に分布し、約70種がある。日本には6種が知られる。ちなみに北、アメリカには2種のみ。日本産の種のうち、 大白金雲、中型白金雲、小白金雲はいずれも体長1センチメートル程度の中型種でごく普通に見ることのできるものであり、また互いによく似ている。名前はそれぞれの大きさに由来するが、さほどの差はないので大きさでの区別は無理である。生息環境では、王が水場のそばに、中型が日向の低木の間に、子が日陰の樹下にと異なるとも言われるが、 実際にはそれぞれにかなりの幅がある。腹肺の反問や形で区別がつくものの、なかなかややこしく、妖精では判断が難しい例もある。中型白金雲の特徴は、腹部前端近くの背面に左右一つの丸いコブ状突起があることで、他の二種ではその部分は滑らかに盛り上がっているだけである。ただし中型白金雲のコブにある黒い反問は、 他の種でも同様の位置に見られる例があり、コブ状に盛り上がっているかどうかの確認が必要である。大白金雲と小白金雲は背中の黒い帯模様で見分けられ、大白金雲は3本のはっきりとした模様が頭部近くまで伸びているのに対して、小白金雲はサイドの2本の黒い模様は途中で途切れている。また、足の付け根と胴体の腹側は、大白金雲は 白っぽいが、小白金モは、茶色を帯びている。以下に、日本産の種を記す。それ以外のものについては、この項を参照されたい。ありがとうございます。